おはようございます。2024年1月27日26日、広島瀬戸内新聞ニュースの号外ということになってまいります。いやー、しかしあれですね、なんと言いますかね、本当、寒い日々がね、続いております。さあ、防寒へね、首やね、肩や腰、こういったところをね、守るということがね、被災地のね、皆様にもね、非常に役に立つ。これも顔ですよね。顔。ね、あるいはね、首、そして腰ね。まあ、ね、それから足ですよね。そういったところをね、守っていくということがね、大事なね、局面にね、になってきますね。まあ、今日のね、広島市、0度までね、気温がね、下がっております。昼間はね、10度まで気温上がるというところですけどね、非常にね、朝と晩のね、気温差が激しいという日がね、ちょっとね、また続きそうです。暖冬というのはね、言いますけどね、また、逆に朝晩のね、差がね、激しいということでね、まあ、朝晩の差が激しいということと、まあ、時々、ドカンとね、大雪が降ってくるということで、まあ、非常にですね、今年はですね、乱数、選手的なね、冬になってくると、やっぱり、ね、注意が必要ということです。まあ、朝晩は、ね、特にね、冷えるという点についてはね、あんまり変わらないのかなという感じがします。まあ、本日はね、いよいよね、まあ、パレスチナ、ウクライナ、ミャンマーに平和ということでね、ですけどね、まあ、ミャンマーというところが一つね、売りというとあれですけどね、今回ね、広島としては売りなのかなと思ってましてね、結構ね、ミャンマーのね、やっぱり平和、ここに取り組んでおられる方がね、多くね、いらっしゃいます。まあ、ほんまね、ああなっちゃうとね、もう、ミャンマーみたいになっちゃうと、もうほんとね、まあもう民主派、もちろん軍事政権のね、クーデターが悪いんだけどね。だじゃあ、アウンサンスーチーさんがね、結構腐ってた部分もあるんだけどね、ほんとはね。まあほんと、なんていうかな、あれですよね。まあ、ひどい状況になってくるということですよね。まあそれからね、まあね、パレスチナもね、ネタニヤフがね、全くやる気、もうこの不毛みたいな感じでね、やる気、もう絶対に相手にしないという状況ですね。ウクライナね、ちょっと見通しがね、立たないというところですよね。まあ、ウクライナもね、もうゼレンスキーがちょっとミスっちゃいましたからね、イスラエルをね、全面支持するとか言ってね。ああなっちゃうとね、結局、ロシア側にもね、正当性、まあ、正当性までいかないけどね、まあ、どっちもどっちみたいになっちゃうからね、ああいうこと言っちゃうとね、ゼレンスキーが。よくないですね。さてね、広島県政の方にね、目を向けますとね、まあ、JR 広島病院がね、県立ね、双葉の里病院に名称変更って、なんやこれって感じですよね。まあ、2025年4月、新病院開院まではね、5年限定ということです。で、広島ね、都市圏の病院をね、再編しね、まあ、2030年度にね、選手のね、新病院を開院するということでね、なんですけどね。なんていうかな、5年限定って何やって話ですよ、まず一つはね。で、結局まあ、ね、しかもその JR 広島病院ね、自体がね、今の建物をね、そのまま使うんじゃなくて、また新しい建物をまた壊してしまうと、いうところですよね。うん、で、まあ、2025年からね、独立行政法人に、ね、しちゃうということですけれどもね。まあ、コメントも出てますよ、ほんとね。ね、建物を解体して立体駐車場に転用するからね、新病院の開園までね、5年の限定の名称になる見通しってよくは意味がわからんのやけどってね。うん、その通りですよ、もうね。
転生するときにね、なんで名前をまた変更せなあかんのという話と、そのままでええやってことですよね。それにね、まだ新しくてあんなに綺麗な病院をなんで解体するんだと。ね。それこそ県の税金の無駄遣いやろ。そんなに使う税金が思ったんか、広島県は。全くその通りですよ。ね。まあ、正確にはね、消費税がね、財源になっております。もちろんね、それぞれ県民の税金ですよ。ね、人々のね、生活がね、物価高で、苦しいよりね、こんなことにね、使うならね、消費税率をね、下げてほしいですよね。うん。そしてね、直近10年、そしてね、ちょっと気になる話があってね、瀬戸内海中部の震源の地震っていうのがね、増えてるということですね。特にね、1月21日、5日前ですかね、また震度ね、ね、地震がね、震度1、2の地震がね、ありました。やっぱりね、非常にね、気になることです、ところですよね。あの辺はね、中央構造線もありますしね、ちょっと非常に、気になるところではあります。瀬戸内海中部っていうのはちょっとね、やっぱりね、非常に、気になるところですよね。はい。地震が実際に、ね、起きてるんですよね、やっぱりね。やっぱり、そういうところはね、あんまりね、ちょっとね、本当に、気になるところです。先日、午後7時、だから、そうですね、21時の19時頃ですね。地震がね、発生しているというところです。まあ、広島の福山なんかでも震度1ね、観測しておりますんでね、ちょっとね、警戒をね、していただければな、いうところですよね。確かにね、起きてますね。起きてます。マグニチュードは 3.9 でね、震源の深さ20キロと。いうところがね、起きています。ちょっとね、やっぱりこの、あれですよね、気になるところですね。非常にね、やっぱり、ここ中央構造線もある場所ですしね。ちょっとね、中央構造線のちょっと北側だけど、まあね、中央構造線が潜り込んだね、先ぐらいなんです。先っぽぐらいの感じなんでね。ここでやっぱり地震起きるとね、やっぱり大変なね、ことになりかねないということで。ね、あれですよね。その中央構造線がね、伸びた先には伊方原発もありますしね、ちょっとね、気になるところですよね。うん。そして、まあね、やっぱりね、能登半島地震はね、なんか日本ではいつどこにいても地震の強い揺れに見舞われる恐れがあると。我がこととしてその進めましょうと。で、自治体の防災計画もそうですね。それから原発だってそうです。ね。伊方原発やね、島根原発だってね、いつ強い揺れに見舞われるかわからないと。まあ中国、四国地方もね、うん。南海トラフがね、の問題があるね。まあ、徳島、高知、ここはやっぱりね、南海トラフがね、やっぱり非常に、揺れが厳しくなってくるでしょうしね。瀬戸内海側もね、場所によってやっぱりその地盤が緩いところでね、揺れっていうのも問題もあるけど、でも瀬戸内海自身のね、やっぱり地震活動ってかなりありますんでね、ちょっとね、備えていかないかという話です。それから広島県ね、呉製鉄所に企業誘致ということでね、本当にうまくいくのかというね、問題ですよね。
結局ね、広島県も調査するのはね、いいんだけど、やっぱり、調査するのはいいんだけどね、実際にはね、皆さんね、冷めたね、見方をね、されている、呉政党事情についてはね、冷めた見方をね、されているというのがね、実際のところです。昨年ね、呉政党事情廃止直後に私も取材に行きましたけどね、やっぱり、冷静な見方というかね、現時点で具体的に進むね、条件はないということですよね。一方でね、野球がね、交流した地でもあるということでね、まあ、それこそね、カープのね、二軍化でもね、誘致するとかね、それぐらいでしょう、せいぜいがね。でも何が出てくるかわからないしね、もうほんとね、あそこの場所はね。まあ、それこそほんとカープの二軍ですよね。雄なんかよりはね、呉の方がやっぱり近いわけだからね。広島からはね。呉は野球がね、盛んになった場所だしね、そういう可能性があるとすればそれぐらいだろうなぁと。あんまりそこまでね、ドガーンとね、ホームラン的に儲かる話、あとは宇宙産業なんていうのは国のね、動きをね、見なきゃいけないしね。まあ国の事業を持っていくか、カープかって。いうところじゃないの。カープの二軍化じゃないのっていうところですよね。工業団地だってね、山陽自動車道とか中国自動車道沿いの方がね、便利ですしね。まあ、そんな感じですね。ということでね、まあ、あれです。まあ、いろんなね、ニュースがね、今週もね、ありました。でね、今夜ね、またね、佐藤修一とね、また広島の政治にガツンと物申すということで、オンラインミーティングございますんでね、そちらの方もね、ご参加いただければね、幸いで、ございます。それではね、皆さんね、最後までね、ご協力ご清聴誠にありがとうございました。それではまたね、今夜もね、お会いできる方はお会いいたしましょう。ちょっと私もね、仕事の時間帯遅いんでね、夜遅い時間帯になると思うんで、その点はね、ご了承ください。失礼いたします。